ディアは木星の第53衛星でヒマリア軍の一つである。大きさが 4km しかない、極めて小さな天体である。2000年12月5日に、スコット・ S ・シェパードが率いる観測チームによって発見され、S-2011 という仮符号が与えられた。観測には、ハワイ大学システムの2.2メートル望遠鏡が用いられた。衛星の発見は、 その他の新しい木星の衛星の発見と合わせて、翌2001年1月5日に、国際天文学連合及び、小惑星センターのサーキュラーで公表された。ディアは2000年に発見された後、10年近くにわたって、見失われていた。そのため、この衛星は失われてしまったと考える研究者も、いた。失われてしまった理由としては、この衛星が、 ヒマリア軍で最も大きい衛星であるヒマリアと衝突して破壊され、木星を取り巻く薄い艦になってしまったという可能性が考えられた。実際に名応募した機先ニューホライゾンズが木星に接近して観測した際にはヒマリアの軌道周辺に艦の一部と応募式筋状の構造が検出されている。しかし衛星の発見者であるシェッパードが マゼラン望遠鏡を用いて2010年と2011年に行った観測によって再びこの衛星は発見された。2015年3月7日、国際天文学連合の太陽系の天体や地形の命名に関するワーキンググループによりディアと命名された。またジュピター53という確定番号が与えられた。名前の由来となったディアは ギリシア神話に登場するエイオネウスの娘で、イクシオンの妻となり、また、ゼウスとの間にペリトースを設けた女性である。ありがとうございます。